さんけたどもそうじゃないそうですということで、今回はですねついに来ました乃木坂46 35枚目シングル発売記念フォーチュンミュージック限定オンラインミート&グリート開催決定。いやー来ましたね、まあ、個別ミーグリですけれども、まあ、35枚目シングル発売決定のお知らせが来たということは、この個別ミーグリもね、35枚目シングルの個別ミーグリも来ますよっていうことで来ました。35枚目シングル個別ミーグリの情報まとめということでね、情報一通り見ていきたいなと思います。それではやっていきましょう。2024年3月27日に発売する乃木坂46 35枚目シングル通常版をフォーチュンミュージックにてご購入いただいた方を対象とした発売記念オンラインミート&グリート個別トーク会の開催が決定いたしました。まあ、今回もねこの35枚目シングルも個別巡りは全てオンラインという形になりました。35枚目シングルフォーチュンミュージック限定オンラインミート&グリート個別トーク会参加権利付き通常版の抽選購入申し込みを行って、では当選したらお金支払って個別巡りできますよというね感じになっております。今回のね35枚目シングル個別巡りの気になる日程なんですけども、こんな感じとなっております。全部でいつも通り6日間ありまして、全6日程となってまして、2024年4月7日が一番最初ですね。で2024年5月4日、2024年5月19日、2024年6月2日、2024年6月16日、2024年7月14日はこの6日間となっております。僕これ結構予想外だったというか、僕 4、5、6かなって思ってたんですよ。4月5月6月にやるかなって思ったんですけど、なんと7月までねある、7月14日が最後のこの個別巡りということで、7月まであるんだっていうのはちょっと予想外だったりとか、あと今回に関しては土曜日に巡りがある、まあ、これも結構珍しいんじゃないかな。5月4日ね土曜日っていうことで、まあ、土曜日に巡りがある珍しいパターンにはなってるのかなと思います。でまあ時間なんですけども、いつも通りですね1部から5部までありまして、開始時間が10時、終了時間が20時、1部から5部までそれぞれありますよと。今回35枚目シングル個別巡りの参加メンバーこんな感じとなっております。まあまあいつも通りというか、前回35枚目シングルの時とそんなに変わらないのかな、まあ、やんちゃんが復帰してきたっていう感じで、やんちゃん今回ね参加しますよっていう感じ、になってたりとか、手間とはそんなに変わってないのかなと、メンバーに関しては変わってないのかなと思います。でもね、岩本蓮香、梅澤美波、久保志織、山下美月、与田祐希ですが、スケジュールの都合により全て不参加とさせていただきます。まあ免除組、いつもの免除組と、で駆け足大会ですが治療のため全て不参加とさせていただきますと。で中村れのですが、スケジュールの都合によるし により4月7日5月4日5月19日を不参加、3日間不参加という形になっております。で柴田優奈ですが、スケジュールの都合により5月4日が不参加となっております。で清宮玲ですが、スケジュールの都合により4月7日5月4日2日間不参加とさせていただきますと。で奥田いろはですが、スケジュールの都合により5月19日6月2日7月14日を不参加と、3日間いろはちゃんも不参加ということになっております。まあ、だから今回結構舞台とかの関係かな、で不参加のメンバーがね、れのちゃん、ゆうなちゃん、れいちゃん、いろはちゃん不参加の日が結構ある、欠席する日が多いメンバーがね多いと多いおいうるさいなお前、結構欠席メンバーも多いといった形になってたりとか、ね、結構最近言われてた免除間近なんじゃないかっていうメンバ まあ、さくちゃん、かっきーとかですかね、まあ、まゆたんもちょっと言われてたりしたのかな。まあ、この辺に関してね、今回もしかしたら免除かもしれない、まあ、免除はね完全に免除っていうことはないだろうなとは思ってましたけど、まあ、今回も免除間近と言われてたこの辺のメンバーに関しても全て参加ということになっております。まあ、でもまあただね免除近いっていうのは間違いないと思うので、まあ、そういうのも踏まえて応募してもいいのかもしれません。あとは抽選申し込みスケジュールですね、受付期間というところなんですけど、まあ、今のねこの最初の段階では第3次応募受付まで出てまして、まず第1次応募受付が2024年2月15日14時からあさってですね、から2月16日14時までと、まあ、この個別巡りに関してはね応募期間というのが短い1日となっているので忘れないようにしてください。で抽選結果が2024年2月16日18時以降順次メールまたはマイページ応募抽選応募の履歴結果確認にて、抽選出ますよと、結果当落結果出ますよと。で第2次応募受付が2024年2月21日14時から2月22日14時までと、抽選結果連絡が2024年2月22日18時よりと、以降順次当落と
と。で第3次応募受付が2024年2月29日、14時から3月1日14時までと。で抽選結果連絡が2024年3月1日18時以降となっております。あとは一応商品概要こんな感じとなっていて、まあ、通常版個別見入り参加権利付きの通常版と、オンラインミートアンドグリッド参加権利1回分付きで、値段がですね通常版の値段ですね、税込み1200円となっております。で、まあ、発売日2024年3月27日と日と。で、まあ、送料がですねこれ1配送につき全国一律700円かかるということになっているので注意してください。はい、まあね、ざっとこんな感じなんですけれども、いや僕正直今回悩んでるんですよね。まあ多分この1次で応募するとは思うんですけど、どこ応募しようかなとかね、まあ、日程的に暑いのはどこなんだろうね。まあその誕生日とかもね、もちろんメンバーの誕生日近いところとか、それぞれまあおしめの誕生日に近い場所があったらっていうところとか、激アツなところそれぞれ、あると思うんですけど、どうなんだろうね。僕マジで迷ってますね。どこ応募するか誰応募するかっていうのを、まあ、正直迷ってるんで、ちょっとねもう応募始まっちゃいますけども、明後日ね始まっちゃいますけど、ちょっとこの後考えつつ応募しようかなと思います。ぜひね皆さんも今回どこ応募するとかね、誰応募するとか、もう決まってるね人はいましたら、ありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。